ウズベキスタンの大統領は、ウズベキスタン共和国の元首である。大統領の役職は1925年に、ウズベクソビエト社会主義共和国を統治していた、ウズベキスタン共産党第一初期の役職に代わるものとして1991年に設置された。大統領は18歳以上のウズベキスタン国民の直接選挙によって選出される。任期は一にき5年であり、 一回のみ再選可能。大統領官邸はオクサロイ宮殿。イスラムカリモフは大統領の役職が設置されて以降ただ一人役職を務めている人物であるが多くの国民は三回目の大統領選挙は不正ではないかと考えている。三回目の選挙は過去二回の選挙においてカリモフが選出されたことでその正当性に関して物議を醸した。 1992年制定のウズベキスタン共和国憲法では大統領を務めることができるのは最大で2期であると規定していたためである。カリモフの説明は彼が1991年に1回目に選出された際には参戦禁止を定めた憲法はまだ制定されていなかったため1期目の任期は憲法が定める任期に入らないというものであった。ウズベキスタン憲法では 大統領の資格として35歳以上であること、ウズベキスタンの公用語を流暢に操ること、ウズベキスタン国内に最低10年居住していることを条件に挙げている。憲法第92条により、大統領の役職に就任した際は、大統領は国民議会において以下の宣言をしなければならない。憲法では、大統領はウズベキスタン共和国市民により、 陽動な無記名投票による直接選挙により選出されると規定している。ウズベキスタン憲法は大統領の職務と権限について以下のように規定している。市民の権利と自由及び憲法とウズベキスタン共和国の法律の遵守を保障する。ウズベキスタン共和国の主権、安全、領土保全の保護及び生態に関する決定の実現に対して必要な措置を行う。 国内及び国際関係において、ウズベキスタン共和国を代表する。交渉を行い共和国に関する国際条約や協定に署名し、交渉を行った国際条約や協定及びそれにより生じる義務の遵守を保障する。大統領に対して委任し派遣された外交官及びその他の代表の信任状と召喚状を受理する。 ウズベキスタン共和国の在外の外交官及び、その他の代表の任命に際し、候補者を上院に提出する。ウズベキスタン国民議会に対し国の社会、経済生活、国内外の政策に関する年度報告書を提出する。執行機関を設置し、その指示を行う。省庁の最高機関と共和国の行政の連携を保障する。 会員の認可に関し事後提出した法令をもって、省庁、国会委員会、その他の国家行政の設置と廃止を行う。上院に対し上院議長選挙の候補者を指名する。会員の決議と認可に従い、首相の任命と解任を行う。首相、内閣閣僚の任命及び解任を行う。上院の認可に従い、検事総長と次長の任命、及び解任を行う。 上院に対し、憲法裁判所の裁判長と、判事、最高裁判所の裁判長と、判事、高等経済裁判所の裁判長と、判事、中央銀行の総裁、自然保護国会委員会長の各役職の候補者を提出する。州、地区、市、経済裁判所の裁判長の任命と解任を行う。人民代議員会議の自己承認をもって、 州都多種県都市の市長の任命及び解任を行う。大統領は憲法や共和国の法律に違反するもしくは役職の名誉と尊厳を汚す行動を行った人物に対し自身の決定により地区都市の市長を解任する権限を持つ。国の行政機関や市長により通過した法令の一時停止もしくは廃止を行う。法令に署名し交付する。 大統領は意義を唱えることで法案を差し戻し国民議会において2回目の審議投票を行うようにする権限を有する。ウズベキスタン共和国に対する攻撃もしくは侵略に対する相互防衛に関する条約義務の遂行が必要な場合に戦時宣言を行う。会員の認可を得るため72時間以内に政治決定を提出する。例外事項、 市民の安全を保障するため、領土全域もしくは一部地域において、非常事態宣言を行い、会員の認可を得るため72時間以内に政治決定を提出する。非常事態と認められる条件と手順は法により、規定される。ウズベキスタン軍最高司令官として、軍最高司令部の任命及び解任を行い、軍の最高階級の授与を行う。ウズベキスタン共和国勲章。 メダル、表彰状を授与し、ウズベキスタン共和国の資格及び名誉称号を授与する市民権に関する問題と政治亡命者の費護の決定権を持つ。上院に対し、御社及び裁判所で有罪判決を受けた者に対する代謝に関する法案を提出する。国家保安庁を設置し、国家保安庁長官の任命と解任を上院で、 定められる政令の認可に従い行う。憲法及び共和国の法律で規定された他の権限を行使する。2016年12月4日、ウズベキスタン大統領選挙の概要、Constitution of the Republic of Uzbekistan、Chapter 23、Electal System Article 117、ウズベキスタン政府公式サイト、2013年3月13日閲覧、ウズベクで、 カリモフ市四選、中央アジア長期政権、高齢、イスラム過激派に懸念。産経新聞。2016年4月2日閲覧。当時の憲法では、任期は一気につき5年間であったが、1995年12月の国民投票の結果により、任期を2000年までに延長。2002年1月の憲法改正により、任期を一気につき7年間に延長。 イスラーム・カリモブ・スワー・ミーガズ、ウズベック・プレジデント憲法改正により、任期を一気に月き5年間に短縮。ありがとうございます。